出し攻撃狙っていく、ライチ選手の言ってた出し攻撃ですね、今のが、ね、あ、取ったー、来た激カービィ、あー激空母、これを狙ってた。ライチさんがミスらなければどっちのベクヘンに対しても多分当てられるんじゃないですか。なるほど、まあできて難しくするぐらい。これ下強からしっかり台の受け身にも下投げの台の話を聞いてましたね。そうですね、あえてしかしまあ十分なダメージ取ったという感じでしょうか。そして出し掴み強気緩和避けて、しかしフレア当たってしまうと空中勝で撃墜ですね。さすがの着地狩りいってきます。はい、頑張って、で埋められてしまうともう撃墜なんで余裕で。そうですね、横スマッシュ先端でも撃墜してしまう。シャスマッシュ、あー燃えたしっかり通して59、どうなるか、崖際まだターン継続、クラックシュート戻ってきた 71%、 ついてきていた。ダイウェイはどうなる、これもついてきている。上空中雷まで、これは撃墜まで3体。そうですね、どうなんでしょうか。ドンキーコングっていうキャラクターもその、はい、まあ、そもそもの戦場の立ち回りもかなり強いんですよ、でもってそのヨッシーっていうキャラクターをまたもやもやスマッシュ同じ対応策バッチリというケン選手 132% を蓄積しています、はい、上京からどうなる、仮に行ったんですがここはもうついてきた選手と、さあ戻り際に卵も当てて 76%、 後ろ空中まで 89%、 ちょっとこの男さ踏みに行った長谷選手、はい、本当に使い手ならではならでは判定の終わり際というか、そこしっかり合わせていくような、あーと、あなるほど、まあ、当たらず、あなかなかとがめきれない、ね、互いに避け合って、はい、対ゼロスーツサムスにおいて、まあ、パクを散らした上での、おーと、これは、はい、あしかしここは難を逃れたケン選手、まあ、スピンを今、あとジャンプないです。あ下火しっかり合わせましたね。なるほど、ね、おっとこれは後ろ投げて飛びすぎですね、後ろに、はい、これは上に変わっていた。ケン選手大きくガッツポーズですね。スーパージャンプパンチ最後決めて、どうなるか、前投げでまだまだターン継続、はい、はい、ターンを継続する、そんな戦いにシフトしています。勇気の攻撃上がり、あっとラインを回復した、中央にあってシールドからの決めていったのはニエトン選手ということで、はい、登竜門極み第56回、はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ上スマッシュ対空狙っていったが、これは当たらず、空中処理出して電撃電撃、これは奪いルート制限、電撃這わせて電撃を、まあ、前作よりはよっぽどまともなステージになったんですかね。前作はもう俺は使う側だったから、ね、関係あ始まった、始まった、これは反転で剣を逆に刺している。スキー側も攻めるというよりかはまあなんかちょっと差し返しを重視した立場になってくると思うので、あーこれはジャンプないよ、あーまいしたー、黒とどめさし撃ち、真ん中で戦うとどうしてもそうです、ホックスが上空を上で横玉流れで決めましたね。しかも死ぬんや、回避を通しました。あーそんなに減ってた、さすがにヒカルヒカル、なんとか着地はしましたが、クーエネ先端からもう一度必殺展開、危ないところでした。クーマークライオン必殺技届いて切り耐えてる、重いファイト、ああいい判断、植木を当てて空中前、落下が早すぎて抜けている。イリュージョンにはクーマへ降りて直接当てて、まーい電撃、ダッシュシールド同士のお見合いは、掴みを先に選択しているパセルマン、回避上がりに植木を当てて、イリュージョン強気、嘘やん、戦場だとあとは、なんだろう、コンボ火力自体は伸びますけど、その最後の決定打の、着地狩りとか、えっ、強化されたし、スマッシュとか、大事したいんでしょみたいな、ホックス側が分からなきゃいけないにもかかわらず、はい、様子見てるホックスに、はい、ずっと、うわな、何この人、ドラ様の帰還を間に合わせないと、まださすがに飛ばないでしょう。やっ、うまっ、ごめん、お止まりしちゃったいや、するでしょう。一応縦にして敵というか着地を通ってくれって光選手やってる感じですが、クーマイクーマイ通って、もうこれ何もない、うまいブレーキ、完璧すぎる。スマブラ4の頃にね、ロゼッタに対して何度も浮きを通し続けた、そのどうな努力か、空母ですり潰すような格好でした。クエの手で空母からジャンプ読んで、空母空上からもう何もない、ゼロ様うっそー回避しかなかったからさ、コンボでね、ダメージ取っていけばいいんですけど、空前通して着地狩り、空母もうどうすれば、無理だよこれ、何もないもんだって、はい、長くなりました。
今回の登竜門はエイトリックス光の、勝者側でぶっちぎりの優勝でね幕を閉じましたかね、要するにじりじり、まあ、掴みを狙うかさっさと割り切って投げちゃうか。うわ普通に掴み指導じゃなくてそのまま着地する読みの下着を着地狩り DA、はいはいはい、テクイ空中白回転あーだーって来ていた時前にはいかないと思う。冷静ですね。さあお互いにいいパーセントになってきたからの上スシュあそこホールドしてる転がり方向ここは取る。他の2キャラだったら当たってないですね。ですね、当たってないですね。これは空中ニュートラル。さあ撃墜これありますよ。なんてこったい。しっかり安定パイク空後いやしっかり外変更空中前マジかここまで追っていくバスリマン立場が逆転している。こうなるとちょっとリザードの崖が強くないんでうまいですね。しっかり見てますね。素晴らしい。一方的はいはい。そのとさあ爆弾も転がっています。ここで外に出せれば嬉しいんですが、あ拾い直した。あ回転切り。あと大ジャンプは暴発か。ブーメランからチコは飛ばない。あっ爆弾撃墜逆転。あこれチコの後すきがり怖いんだ。まあですね、徐々に追いついてます。徐々に危ないぞ。着へ上行こう。さあルーザーズファイナル、これで勝った方がパセリマンとのグランドファイナルです。パセリマンって言っちゃった今。いや別にいいですよパセリマン喋りづらいなあ。即死してるよ喋ってたからごめんなさい。うわめっちゃいく、めっちゃいって、めっちゃいって、しかも崖も持ってる下火があるといいですね。いいですね。ミスった時って大体崖背負っちゃいがちなんですけど、はい、ゼロスーツサマスに関してだけはそれはないと。おーパスマッシュ一気に決めてきた駆け上がり空中白同士からの、おっと今度は踏み台が勝ちました。だが岸田スマッシュ素晴らしい判断。 DAQN もう一回 DA されるだけなんで後ろに投げて、さあ黒ここでターンを奪い返したい。空中白75倒しきる。おお素晴らしいですね。有効強反撃は不可能、人間では不可能。投げまで通す68 71。イリュージョン空中へ。嘘だろ飛びすぎ激墜うますぎる。まあフロスバイトもってことでお疲れ様でした。また来週から新規1点頑張っていきましょう。はい、ということで本日の優勝はパズリマンさんでした。ありがとうございました。全然ありますよ。ほぼほぼワンコンボてかパーセント並ぶと不利ですからね。大丈夫か空中へ。怖い。横強あ危ない。なんだ前回表もあったか。クーメラから空中前うわ大丈夫これやばいですよ。やばいですね。当たる技によってはやばいですよ。やばいですよ。やったダッシュその場回避を通してからやっぱりクエノを当てに行けないですよね。さっきからクー前で立ち回るしかないというか、はいはい、ワリオ側としてはクエノを振りづらい。ゼロさんの遠いですね。やっぱり一戦を考えても上 B まで繋がる。嘘だろ。いっちゃった。え低いなこのステージ低いっすね。遊びながら振ってるように感じますよね。そうですね。ヒカルドンキどこで開示すればいいのかとかちゃんと分かってますね。はいはいはい。おーあースイングコング嘘だ出だしだけダメージレースを制してたのはきちりピカチュウに見せかけてなんか撃墜と撃墜拒否でそうですね差がついているような。これぞヒカルドンキ上スマッシュ偉いっすね。今度は空中前しっかりと植木をジャストシールドするが前感染が入っていない。空中に取れる。これはちょっとこれはね入りますね。ですね。これは痛いぞ。空中前いやからのもう一回、まあ、いいジャンプを使わせて撃墜。さあ着地を狩ろうというそんなところかプロザプラズマビッパーしっかりシールド。いやちょい歩き怖いです、狙いが見えるちょい歩き。あーおっと踏め踏みにあーっとブーストキック届かなかった。様子を見ながらジャンプでターンとしておっと上空中攻撃でここまでストックもイーブン渡り合っています。まず先行している一本選手しているのはケン選手ですのでここでーあーっと対空のような格好上スマッシュが待っていたと。回転切りで崖掴むことができる。これですよね怖いところ。
あーっと登ってくることができない。カウンターまで入っている。ここはあーっと選択肢が残されていなかった。何かありますか。ゼロスーツさんもかなりやりやすいステージではありますか。いやなんかじりじりしちゃうっていうのはあるかもしれない。なるほど。あゼロスーツさん、あーっとここで借り切ったゼロスーツさん。ここでストックリードになっているのはプロトパナム選手です。あっと台に阻まれて、あーっとここはしっかりドルフィン合わせてきました。時間を稼いで一旦距離を離してスピン、そしてダッシュ攻撃。いい距離らしいですね。あーっと前空中攻撃阻止しきって、この試合この戦い制したのはケン選手ということになりました。おめでとうございます、はい、何回ぶりですか。いや今年初なんですよね。じゃあ優勝はケン選手でした、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。空中で対空間に合わなかったというか若干早かった。おっと下京で外に出 す、 いいす、ね、これはいい展開ですね。空中前しっかりとヒット確認。飛び道具の巧妙な技術がどうアバダンを崩し動かしてそれを崩しにつなげていくか。下スマッシュ風が邪魔をする。さあこの当てず上京対空空中上からもう一回崖上がり、これは2回目の崖つく前にはならないが空中前横スマ。さあ崖降りをしっかり読んでいて早出し。なるほど空中後ろ背びれ耐えてラインを入れ替える。これは割れてしまう。なんでこれがアップデートですよ。あれデイジーが絶対にこの豪才の手には触れたくない。さあ空中手をディレイさせて、しかし下がんでる。なんだ何がない。右からなんか被しただけでダウンレーンみたいなの始めようとしましたけど。さあですがこれはいえ許さないその印象というのは危ない空後後ろから何が起きる。うおっそっと大丈夫。うまい帰ってくる。しっかりしているカーブの先出てきた。さあこれは分からないぞ。どういうことだ。打ってほしいんですかね、ゲーム側としても。そうゲーム側としても1回無料だよっつってすごい毎回 SSR 確定なんですけど。さあクエルカスってからの展開が良すぎる。うまいけどうまいんだよな。そのクッキーいいクラスだと横に動かすのなかなか難しかったんで。さあジャンプも潰している状態だったが、うん、これはしっかり返ってきました。2、はい、勇者えこれ大丈夫掴んでこれは大丈夫。やっているディングドングねなかなか強気な強端なアタックでしたけど、やはりもうこれは確定だけどもうあジャンプある。しっかりジャンプ残している、うん、だとするとデイジーは1回捕まえた時にまとまったリターンをバシバシバシと取っていきたいところですが、わーこれ見せてきましたね爆炎を。さあ下スマッシュ空前で上がってきました、はい、いい攻撃調整ですね。さあジャストシールだから下京早いですね。バトルそう強気に掴みに行ってきましたね。ダッシュ掴み。さあこれは上が上がったか。上の当たる位置バトル。ああこれは怖いぞ。これはどこの後ろ投げはまだまだ撃墜に至らない。だがバケが見えている。うわうまかったがクーネの最終で外の展開どうだ。これはクマエ回避を読んでるよ。激墜してしまう。マジか崖どう上がる。どうだ回避は通していく。クエルでも散々使ってるから全然飛びません。はいここあー最後の最後崖バイクを。まあ東龍門、まあ、第何回だったかな 60回目、はい、まあ、優勝おめでとうございます。ありがとうございます、はい、今回はパルテナ固定でですかね、そうね、うん、パルテナと心中しようかなっていう気になってます、うんうん、はい。